はい、皆さんこんにちは、かいせいです。今日はですね、皆さんのね、大好きな、好評だったね、MRE シリーズのね、第2弾やっていこうと思うんですけども、今回はですね、ビーフタコ。これはね、珍しいものじゃなくて、ほぼどのボックスにもね、入ってるようなものになるんでね、そんなにすごい好きっていう人はあんまりいないんですけれども、当たり外れのないような、基本的にみんな食べるような、みんな通る道みたいな感じですね。一番定番な MRE になってます。こちらのね、本紹介していこうと思います。それでは早速動画の方入っていきましょう。前回ね、結構食べ方、地べたに座っての食べ方とかいうのをね、メインでやったので、今回は、内容の方もね、少し見せつつ、いい感じにしていこうかなと思います。まずね、上のところ、パカッと開けて、前回と同じですね。フィールドストリップという、テクニックっていうか、僕らがやっていることがありまして、まずフィールドに行く際ですね、フィールドに行く際にタクティカルとノンタクティカルの2つ別のね、環境があるんですけども、このタクティカルというのはですね、携帯も一切使えない、そうですね、なるべくリュックに入れるものをもう少しでも軽くしたい場合にやるテクニックになってます。それはどういうものかというと、まずこうやって MRE 開けますね。で、開けてこれ中のものをですね、これ例えば、メインディッシュ、メインのものは基本的に食べるので、これは食べるもので、トルティーヤもこれも食べるもので、食べるものと食べないものを分けます。で、食べるものと食べないもの、食べないものっていうのはね、大体ですね、もちろんこういう、こういう紙切れとかこういうのはいらないので、もうポイしちゃいます。全部ポイして、で、食べるもの、この食べるものだけをまたこの袋の中にですね、入れて、この中に入れて、で、少しでもコンパクトにして、これをですね、複数の MRE でやります。これで複数 MRE バーンって全部開けて、3つだったり4つだったりで、それで1つの袋に全部こうやって押し込んで、押し詰めて、で、こうやってね、丸めて、ここにガムテープで貼って、で、リュックサックの中に入れて持っていきます。そうするとね、このサイズ、この一 MRE バッグの中のサイズでと同じサイズで、3つとか4つの MRE 分の、内容量を持っていけるっていう感じになってます。で、フィールドに出たら、それ開けて中から好きなものだけ取って食べて、また戻してって感じでやってます。そこで豆知識が。では早速本題に入っていきましょう。今度こそね。まず最初に目につくのは、まず最初ね、メインディッシュから。ビーフタコはですね、ビーフタコはですね、メインディッシュが2つある MRE になってます。で、このね、2つはですね、一つがメインのビーフタコ、メインビーフタコ、これをですね、これをね、どうやって食べるかというと、ビーフタコは必ずトルティーヤがついてきます。トルティーヤを開けので、トルティーヤは2枚入ってるんでね、これは絶対食べないように、トルティーヤ、薄細チビトルティーヤがこれ2枚入ってるんで、これね、人によるんですけども、食べ方はもちろん、僕は本当にめんどくさがり嫌なので、このトルティーヤだけ食べて、で、あとメインディッシュはメインディッシュで食べてってやってるんですけども、そんな変態は僕だけなので、今日はね、なんとお皿持ってきました。
のトルティーヤにスプーンで、これね、やり方はいろいろあるんですよね。あのこのこれなんだっけ、ビーフタコ、ビーフタコ、なんで日本語だとタコスなんですかね。その酢どっから来たんだろうって思って、それ置いといて、これ全部乗せるなり半分だけ、半分出して、これトルティーヤに、なんかあんまり色合い良くないけど今これね、半分トルティーヤに出して、でこっちはビーンズですね。僕はなんだろう、このビーンズがね大っ嫌いなんですよね。なんか MRE の中でもトップレベルで僕好きじゃない。このもう一つのこの2つメインディッシュがある中で1つにしちゃう、2つを半分ずつ、こういう感じでね、半分半分で1つのトルティーヤ作ってあげて巻いて食べる、感じで巻いて、あとねチーズもね、あほらチーズスプレッド見えるかな、チーズスプレッドもね必ずビーフタコにはついてくるんで、チーズスプレッドをここに乗せて半分ね、これから半分取って乗せてあげてもありです。実際にこれね半分開けてこんな感じで、こんくらいだろ、半分で、半分でここにベタって、もうチーズのブロックです、これラビオリみたいになってるけど、チーズをね、まあ、実際にフィールドにいるときはこんななんか丁寧にスプーンでこんな形作ってとかやんないんでね、チーズ乗せた場所に固まってそのまま食べるって感じです。でもこれをやべ、むず、難しい、あ、できたできた、これあとねホットソースとかね持ってる人がねだいたいフィールドだといるんでね、そういう人とかからちょっとホットソースもらったりして、この混ぜてやっても全然ありです。うん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 、今度から時間あるときちゃんとこうやって食べよう。今まで別々で食べてたけど、なんかこっちの方がいいわ、ちゃんとしてる、ちゃんとした食べ方の方がやっぱいいんですね。あっ、あっ、豆が、で次にね目に入ったのがこのナッツレーズンミックス、これはナッツ類ですね、ナッツとレーズンのミックス、でカロリーがこれ、この一袋、こんな、なんか、あんまり量なさそうなのに、350キロカロリー。プロテイン12グラム。超優秀。ナッツとレーズンに、あとは少し M&M's というチョコレートの、ね、かけらみたいなのが入ってる感じになってます。なのでね、まあ、高カロリー、まあ、高タンパク質までは言わないけれども、まあ、12グラムね。12g のプロテイン入ってるのは嬉しいですね、この量で。これはね、これもあの前回お話しした感じで、食べるときにね、まあ、外お腹空いてたらその場で食べちゃうけれども、基本的にこういうサイドのものはね、やっぱりポケットに忍ばせておいて、お腹空いたとき、楽で移動とかしてるときに、あ、ちょっとお腹空いてきたなとか、足つってきたなとか、
そういう時にポケットから出して食べる。で、これ、この袋はですね、どの MRE にも入っている感じの袋になってます。中身はというと、まあ、前回お話ししたこれね、インスタントコーヒーになるんですけども、これがこのコーヒーは僕はもうこのまんま一気にもう やりますか、今回も。で、ピチョー開け、ピチョー開け。これ中身ね、こんな感じで、コーヒーのね、コーヒーになってます。インスタントコーヒー作れるようになってます、これ。で、これは水に混ぜて、飲めと言われているやつを必ず僕は、ああ、全然今コーヒーいらないのにな。で、これね、コーヒーはね、僕はブラックが好きなので全然あれなんですけども、本来はこうやってシュガーとかね、これクリーマーなんですけども、コーヒークリーマーとシュガーを混ぜてこの中に入れるとインスタントコーヒー出来上がります。これね、インスタントコーヒーのね、見た目とかは多分他の YouTuber さんがね、全然紹介してるので、そんなね、需要ないと思うんで実際の僕の飲み方って感じでやってます。あとマッチはですね、これね、基本的に僕はタバコ吸わないんですけども、タバコ吸う人とかはこれマッチでタバコつけたりしてます。なんだろう、僕ね、タバコの匂いね、無理なんですけど、フィールドにいるときはタバコの匂い なんか平気なんですよね。外にいるなんか、なんでなんだろうね、それはで、これオレンジジュースパウダーみたいな感じのものなんですけども、これはちょっと飲み方紹介しますね。このビューレッジパック、さっきのね、透明の袋に、これをスコダンして、で、ここでポイントなんですけれども、この袋からですね、その長期に飲み続けることってできないので、これを持ち歩くこともね、できないので、これをね、その辺なんか持ち歩いて常に常備するとかできないので、これなのでね、なるべく水分はね、少なければ少ないだけいいです。これ例えばこの12オンスのラインあるでしょ、これ12オンス一気にガブ飲みすることってね、なかなかそんなできないので、これ8くらい、これくらいでね、で、そのガブ飲みできないでしょっていうのもね、理由がありまして、水分って一気に取ってしまうとね、体に吸収されないので、ちまちまね、こまめに水分補給してくださいってよく言われるでしょ。あれで、こまめにちょこちょこ飲まないと、体にね、水が吸収されないので、という理由なんですね。だから、なるべくそんなに多すぎない量で。で、これで、今度はね、口して。これもね、また飲み方いろいろあるんですよ。これ僕はこう飲むんですけども、この、ね、下の部分をね、この噛み切って飲む人もいます。それは、よくわかんないけど、それもありだと思う。
で、このガムですね。もう毎度おなじみですね、もうこれは。毎度おなじみ。歯磨きガム。これね、すんごい硬いんですよ。ふにゃって全然ならなくて。なので僕は本当にもう1分2分ぐらいちょっと噛んで、その後はもうすぐに捨てます。このウェットティッシュはですね、武器のクリーニングに使ったり、あとは、まあ、泥で汚れたね、装備とかをね、基本的にちょっとワイプダウンするときに使います。でもトイレットペーパーはね、僕あのベーシックトレーニングの時は本当にこれすごい重宝してて、みんなトイレ行く時とかにね、絶対になかったので、フィールドのね、トイレットペーパー持ってくる人がいたりするんですよね。ウェットティッシュとか赤ちゃんのお尻拭きとかを持ってくる人がいるんで、今もうユニットの方に来ちゃうと。なので、そんなにその人とかから、トイレットペーパーとか、ウェットティッシュをね、借りるっていうのが選択肢にあるので、今はそんなに重宝されないんですけども、ベーシックトレーニングとかだと、ないのでね、そんなことが。みんな、もうみんな同じ立場なので、こんな、もう家からなんか持ってくるとかないので、寮なのでね、みんな一緒に、ベイで、ベーシックトレーニングなので。なので、まあこういうのを重宝して、まあ、じゃあ最後にね、栄養素の方少しお話ししようと思います。まずカロリーから、ビーフタコのメインディッシュが2つあったじゃないですか。それのビーフと、もう1つが、ビーンズとライスの方の2種類あるんですけども、まずビーフタコの方から。ビーフタコはカロリー290キロカロリーで、脂質が 15g で、炭水化物 16g、プロテイン 22g と、まあビーフタコの方はですね、すごい、まあ、高ハイカロリーとハイプロテイン、ハイタンパク質な感じですね。 22g のプロテインが取れるメインディッシュってね、まあ、結構ハイプロテインの方に入ってくるんでね、それで300キロカロリー近く取れるのはすごいいいです。ただビーンライス、もう一つの方になりますね、が一パウチ180キロカロリー、ちょっと少なめで、脂質 6g、 これも控えめですね。で、炭水化物 25g、 炭水化物ここ上がります。お米が入ってるので、ライスが入ってるので。で、プロテイン 6g、 長い動画になっちゃったかなって感じだけど、まあ、ここまで見てくれてる人はね、まあ、感謝ですよ。またね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。